皆さんこんにちは、リッツです。今回ですね、毎週やらされますこちらの作品、ウマ娘プリティダービーシーズン3の感想動画撮っていきたいと思います。ということで、先週は大変お騒がせしましたというところですね。ウマ娘ファンの反感も非常に大きく買い、そして、いつも見てくださった視聴者さんにも大きな戸惑いを与えたんじゃないかなというところで、先週は3本もですね、ウマ娘の感想動画、実は感想動画というか、ウマ娘に関する動画を上げさせていただきまして、3期、3話ですね、これがアニメ勢厳しすぎるんじゃないかとかね、私立ネタが多すぎるとか、テンポが早すぎるんじゃないかとか、ギャグがちょっと厳しいんじゃないかとか、いろいろね、かなり辛口な、面白かったんだけれども、と言いながらですね、めちゃくちゃ辛口な感想を言った中で、僕自身は本当にこれアニメ勢で、ずっとウマ娘見てきてます。アニメ1期、2期、ローツ・ザ・トップ、そしてこの3期、また、漫画のね、シンデレラグレイも読んでるっていう中で、今回の4話、ぶっちゃけどうだったのかというところですね。いつもの先生まして、この間はありで正直すぎる感想の方を話していきたいと思いますというところで。結局ですね、先週、いろいろと、その、ウマ娘ね、ファンの方とも、やり取りさせていただいた中で、見た後、今、シーツがわかんない、楽しめないんじゃないかっていう話をしてたわけですよね。っていう中で、事後的に僕は調べたんですよ。あんまりこう、調べてほしい、調べろっていう声が多かったもんですから、調べたら、すごいなと、そのシーツへのこだわりすごいなというところで、今回もね、また見終わった後にシーツも調べます。ちょっと2期の内容も実はね、見たりしたんですけれども、その上でのね、ちょっとそれ調べた後どうだったかとかね、アニメでどうなのとか、そういうところも詳しく話していきたいと思います。前回までの一連ね、見てない方はまた、見てない方は概要欄にリンク貼っておきますね。見ていただけたらと思います。というところで、まずですね、ネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思うんですけれども、今回、ウマ娘3期4話、見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、めちゃくちゃ神回やったー。いや、もう私もうボロ泣きしちゃいましてね、思わずジャンプしてました。はい、前回で3話切りするっていうね、アニメ勢の方も結構見かけたんですが、本当に申し訳ない。マジで見てくれ、マジで見てくれ、マジで見てくれ、すいません。これだからアニメは面白いんだな。3話であんなこと言っとったな、要はこんな面白いんかっていう。で、3話でやってきたね、演出、特にやっぱルービックキューブとかね、聞きながら、今回ね、かなり衝撃構成だったなというところで、僕は正直今回の4話ね、ため替えかと思って、でもようやく来たんですよ、特訓会っていうのはね。ずっとレースばっかりやってたもんですから、そろそろ特訓会が欲しいっていうのが結構あってですね、僕自身も思ってたんですよね。じっくりこう、特訓する会が見たいなっていう中で、今回特訓会だったんですけど、正直ため会じゃ全くないっていう、とんでもない演出と、で、北山ブラックとサザノダイヤモンドっていうのはね、この2期、ダブル、2期じゃない、3期ダブル主人公っていう子でやってるわけなんですけれども、この2人のシーツって正直やっぱ帝王とかのあのドラマ性にやっぱ劣るよねっていう声すごい聞いてたんですけど、めっちゃドラマ性あるやんけ。今回ラスト見ましたよ、シーツ調べましたよ、その後ね、めちゃくちゃドラマあったじゃないですか。はい、というところで、めちゃくちゃ、もともと見た時もね、最初のもう僕なんかオープニングからテンションばっかりしてるんですけど、選手のこと忘れたかのように、なんかだって、なんどうだって、てんてんてん、もうめちゃくちゃ爆上がりしてたんですけれども、よき特訓会というところで、非常にね、僕の、好きなキャラというか、2期のね、やっぱ思い入れあるキャラも出てきながらですね、今回ダイヤちゃんも描かれていくという中で、ちょっと見事すぎる、構成と、特殊エンディングがこれずるいんよ、もう泣くってあんなの、と思いながら、でもちょっとやっぱレースの正直わかんないところとか、やっぱね、これ僕なんでこれこんな難しいのか、なんかアニメだけで見てると難しいのかなと思った時に、やっぱこれって、ウマ娘って、もちろんキャラクターが多いとかさ、そのシーツネタが多いとかもあるかもしれないですけど、やっぱレースもめっちゃあるわけ、いろいろと。なんとか賞、なんとか記念とか、めちゃくちゃあるんで、これがね、僕はやっぱ分かりづらくなってる。今回も正直ちょっと、なんか、これは、このレースのこれどういうことなんだみたいな、分かんないところもあったんですけど、やっぱこう、後からね、アニメ見終わった後にシーツを調べるっていう、前回からね、行動を取ることになったことにより、あ、これ後で調べてみようっていう、
あの思考に切り替わったんですよね。で調べてみてより面白い、あなるほどなと納得していく。でよりシーツを調べてそうだったのかとかね、あ今回の元ネタはこうだったのかっていうところで、まあ、2度おいしいとね、あ2度楽しめてるという感じもありましたし、今回は2期のネタもふんだんに、取り込まれてた。まあでもゲームでもやってる人も多分思い入れのあるようなね、キャラクターというか、まあ、カップリングというかそこはあったのかなっていうところで、そこもねやっぱ2期見てまためちゃくちゃ面白かったですし、でも2期の凄まじさも感じながらやっぱ3期とのやっぱ違いとか、やっぱこう、まあ、1期のやっぱリスペクトみたいなのがありましたけれども、特にやっぱ2期のね、まあ、内容が結構入りながらっていうところで、まあ、改めてねやっぱこう3期ってこう初見で見るやつじゃないなっていうのは思ったんですけど、今回の4話って割と初見でもガンガンいける、まあ、アニメ勢でももちろん楽しめるし、で、ただシーツとかアニメ2期とか見るともっともっと楽しめるっていうのが、まあ、今回の、4話だったかなっていうところで、めちゃくちゃ良かったですね。めちゃくちゃ良かったです。前回、まあ、前回の回はね、やっぱその、まあ僕はシーツを調べた後も、結局もちろんすごいとは思ったけれども、なかなかね、そこの評価、例えばそれでボロ泣きしたとかで言うわけじゃなかったよと、まあ、前回やっぱゴールドシップの回でしたからね、やっぱ多分ファンの方、シーツ勢の方とか多分ものすごく好評だったもんですから、よりね、まあ正直前回はちょっと思い上がってしまった感じはしたんですけれども、今回やっぱアニメ勢にとってもすごい楽しめる回だったなと思いますし、まあもちろん前回の回も、生きてたしっていうところで、まあ、やっぱ今回何よりやっぱ構成ですよね。ため替えやないかと思って、もうびっくりしちゃいましたね。でこれは多分正直多分ね賛否あるかなと思うんですけど、僕はシーツを知った時によりなんか熱くなったし気持ちが、やっぱもうそもそもやっぱその特殊エンディングとかでも僕は持ってかれてましたね。あとあのキャラがねもうめっちゃかっこよかったね。びっくりしちゃって、これをなんかある種その新たな一面を見たというか、なんかそのキャラ立ちっていうところも良かったし、すごかったね。もう正直もう完璧だったなと思いましたね。もうパーフェクト回というか、もう、4話一番面白かったじゃないですか。っていうか、やっぱ、よりため回だと思って最初見てたから、特訓回だと思って見てたから、もうそんな中であんなラストにバーって来ると思わなかったんで、もうめちゃめちゃ見ましたね。もうめちゃくちゃ見ました。で今日、実はですね、ウマ娘はね、もうじっくり見ようと思って、いつもね、だいたいまあ、夜寝る前ぐらいか、まあ、ウマ娘は最近、まあ最近だから前回まで同時視聴してましたから、もうリアタイしてたわけなんですけど、今回は朝見るとやっぱ時間がね、やっぱ会社行かないといけないですから、その時間がないんで、ちょっともう帰ってから見ようと思って、帰ってから見たんですけど、よかったっす。本当に。もう帰って、見て、で、まあ、シーツを調べて、その後にね、元ネタとかいろいろ、あ、これこうなんだとか、マッチコさん出てたのとかいろいろ見た上で、で、また、ね、3時のこと4話ラストを見て、泣いて、で、あ、2期、そういえばこのキャラこうだなと2期を見てっていうところで、もう僕もずっと、もうこのね、4話別にもう動画のためでも何でも、動画のためでも何でもないです、マジで。もうどんどん楽しくなっちゃってね。はい。もうひたすら感動に浸ってたんですけれども、知れば知るほど面白いし、ちょっと2期またね、見返したいなとも改めて思ったし、っていうところで、やっぱこれまでこう、なんか2期とかね、まあ1期2期、まあ見て、まあ2期要素が強かったな、今回ね。まあ、2期見た上で、まあゲームとか、まあシーズとか知ってる人の方がよりね、こう楽しめる回ではあったんですけれども、やっぱこれがある種続編の理想系というか、まあ続編というかアニメのね、理想系というか、それを知ればより楽しめるっていう形。もちろん一発目で見ても、単体で見てもめちゃくちゃ感動するし、痺れるし、っていう中で、やっぱよりこう、元の、まあね、前期とか見たりとか、シーツを知ることでより楽しめるっていう回になってたし、まあ、構成としてもやっぱうなるものがね、あったなというところで。いや、すごかったっすね。めちゃくちゃ良かったっすね。もう泣いちゃいましたよ。これマジで良かったです。はい。ということで、今回はアニメ勢の僕もめっちゃ楽しめたし、ファンの方もね、ファンの方だからこその多分思いみたいなのあると思うんですけど、まあ、そこはね、まあ、僕はものすごく楽しんだというところで、前回3話切りしたアニメ勢のみんな、マジで見てくれ、今回までは。今回見てダメやったらしょうがないかもしんないぐらい、良かったです。そんぐらい良かったし、アニメ全員も優しい回だったので、まあ、ぜひ見てほしいし、やっぱね、これシーツ調べた方がいいわ。まあ、調べない、今回別にマストじゃない、全然マストの回じゃなかった。前回やっぱ調べないと分かんない部分も正直あったんですけど、かなりね。今回やっぱマストじゃなかったんですけど、やっぱ調べることによって、あ、こここうなんだとか、やっぱより僕はね、そのアニメもっとこうした方が良かったんじゃないの、逆に思ったところもあったんですよね。っていうぐらい、やっぱこう、あ、めっちゃ、シーツトング全然微妙でめっちゃいいやんけっていうところもあったんで、なんか、やっぱこう新たな発見もあるし、やっぱまあもちろん2期をね、まあ見返してみるとか、特に8話とかの内容ね、今回ね、見返してみると、よりやっぱね、こう刺さ
さるものになってると思うんで、まあ、ぜひね、あのアニメ店の方はそんな感じで楽しんでいただきたいと、もし切った人は3割切った人、特にね3割切った人絶対見てください。要はお願いします、本当にお願いします、マジですいませんでした。はい、というところで、ネタバレなしの感想を以上としまして、ここからネタバレの感想入っていきたいと思います。まあ、ここからネタバレでね、まあ、シーツ実際どうあったのかとかね、元ネタがどうとか、日記の時のこうだとか、まあ、いろいろと、まあ、そういった話もしながらですね、より多分楽しめるような、話もさせていただきますんで、まあ、ぜひね、ここからも、見た方は見ていただけると嬉しいですしね、見てない方はまずね、4話見ていただいて、この凄まじい回を堪能していただけたらなと思います。はい。というところで、これでバリの感想入っていきますね。ご注意ください。というところで、今回ね、なんと言っても、いやもうね、もう最後らへんも全部良かったんですけど、まあ、今回やっぱり、まあ、北さんブラックの特訓会っていう感じで始まったわけですよね。そんな中で、まあ、やっぱ北さんってすごい強い馬な、なんか全然、なんか病気とかしたことない、もともと実際馬らしいんですけど、うん、っていう中で、まあ、トレーナーさんにもっと厳しい訓練がしたいんだって、またネイジャ先輩が出てきてさ、ね、最高やな、ネイジャ先生ね、最高やな、と思いながらね、見てて、で、まあ、北さんがね、まあ、この前のレースで、大阪杯ですか、首差で敗北したりとか、有馬記念も4分の3パシンだとか、なんかそのギリギリ勝ちきれないんだ、みたいな。すごい悔しいんだ。ね、いうところでまた涙をしているという中で、まあ、そんなに体が強いんだったら、もっと特訓をね、してみ、もっと厳しいハードトレーニングしてみたらどうだっていうのをネイチ先輩からね、言われると、うん、いうところの中で、まあ、トレーナーさん言っていく。で、まあ、やっぱトレーナーさんもね、やっぱもちろん、まあ、鈴鹿の話もあれば、帝王の話も一気に一気で僕ら身にしみてます。もう危ないわけで、それがもう選手生命を終わらせてしまうかもしれない怪我をする可能性があるわけです。もちろんハードトレーニングもそうだし、もちろん、ね、追い込みすぎるとか、いかに危険か、いかに怪我が怖いかっていうのは、もう僕らも一気に一気を見て、やっぱ体感してた中で、もちろんやっぱトレーナーさんも渋るんです。でもやっぱあの馬たちに相談してみるかとね、いうことになるわけなんですけど、そんな中で出てきたのがライスシャワーとミホノブルボンということで、ミホライなんてね、いう名前でカップリング名称みたいなのもあるらしいんですけど、やっぱ思い出すとやっぱ2期の8話ですね、僕見返したんですけど、ライスはヒールじゃないヒーローだ。もうあの伝説の神回よ、あの僕が膝から崩れ落ちたもう8話と、まあ、10話ツインターボ界でもうね、2期もう完全に大涙腺崩壊をねしたというか、やっぱ2期の8話見た時にやっぱこのアニメなんか一番面白いな、冬でね、まあものすごいラインナップだったよね、当時もね、うん、で思った中でもさらに10話やばくて、もう最終回もすごかったっていう、まあ、あの馬娘2期だった、まさしく伝説だったわけなんですけれども、うん、今回の構成って本当に2期に勝るとも劣らないというか、もうそれだけすごい、うん、勝ったなって思ったし、で、ミホノブルボンとライスシャワーっていうのは、まあ、元々同期なのかな、まあ、すごい、まあ、お互い、まあ、すごい切磋琢磨で、まあ、8話で描かれてましたね。その中でライスシャワーとかものすごいハードトレーニングして、やばかった、あの時、靴がさ、もう僕、改めて言い返したら、ライス、やべえトレーニングしてんなんで、ある一ついなくなっててさ、めちゃくちゃ山ごろみたいな、えげつないトレーニングしてっていう描写があったりとか、ミホノブルボンもすごいハードトレーニングしてるから、そんな中で、その二人が、まあ、ハードトレーニングの先輩みたいな感じで出てきて、まあ、特訓をつけてくれるみたいなね、いう感じで、元々6時間からこそ3時間切れるようになるまでっていうところで、最初、北さんがうまくいくんですけど、あの途中でまあちょっと伸び悩みみたいな感じになってくる中でね、まあ、あのダイヤちゃんが、レース皐月賞ですね走るっていうところで、まあ、皐月賞の応援にいきなり駆けつけに行くっていうところがあったわけですね。まあ、それでまあ後半パートに入ってたわけなんですけども、そんな中で、今回ねやっぱこう僕も全然知らないそのやっぱアニメ勢として見てた時に、その里のダイヤモンドの皐月賞のレースってなんか概要がよく僕はあんま分かんなかったですね、実は。うん、まあ、これは調べてね保管したんでもうバッチリなんですけど、まあ、なんか当たられて結局順位が落ちたのかな。でもなんかね、やっぱ番号でポンポン出てるから、ダイヤちゃんが何番かよく分かんなかったわけ、アニメで見てたら。うん。で、なんか実際3着で、やっぱその、ぶつかられて、なんか、斜め、なんかちょっと、直接的に影響を受けたわけじゃないんだけど、その間接的に結局ダイヤちゃんも当たられちゃって、まあ、だから本当だったら2着ぐらいはいけたみたいなね。まあ3着になってしまったっていう中で、まあ、里園のジンクスみたいなね、インタビューとかあったりっていうところで、ね、ダイヤちゃんがびっくりしたわけね。めちゃくちゃ強い子よ。うん。ダイヤちゃんがもうかっこいい、たくましいというところで、やっぱね、なんか里のダイヤモンドってすごい可愛い。どっちかで北ちゃんの方がなんかすごいさ、なんか強い馬っていうか、なんか明るいし、みたいな。ダイヤちゃんすごい可愛げのあるっていうなんかイメージ僕ならあったし、やっぱ繊細さがあるんじゃないかな。だから今回でもすごい落ち込んじゃうんじゃないかな、みたいなね。鬱展開がとか思ってたんですけれども、もうダイヤモンドのようにね、もうくじけないんだ自分はと。ねえ、日本ダービーを見ててくれっていうところで、もうめちゃくちゃ怖かったね。で、実力不足だって言うんですよね、今回も。運が悪かったとかじゃなくて、実力不足だからね、もう、日本ダービー見ててくれよ、というところで、もうめちゃくちゃかっこよかったですけど、ダイヤちゃんが。で、北ちゃんも、北さんブラックも、
ダイヤちゃんがね、落ち込んでんじゃないかと思ってたわけですから、そこで、北さん、ダイヤちゃんのそんだけたくましい姿を見て、自分も触発される。まあ、ダイヤちゃんがまたブローチをね、握りしめて、また特訓に励んでいくっていうのが、後半で、ここからがまた良かったな。ねえ、特殊エンディング流れながらさ、もう、北さんブラックが歌う、矢野さんが歌うね、特殊エンディング入りながらの、もう、このね、特訓で、ガン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 壁をぶち破っていく、どん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 タイムを縮めていくっていうところで、そこがね、また良かったなと思ったし、すごい痺れましたね。このダイヤと北さんの、なんか、すごい、完全に直接じゃないんですよね。でも、お互いにものすごくいい影響を与え合ってるって、この関係性が良かった。やっぱ今回はすごい、ダイヤちゃんのギャップにもね、びっくりするっていう回だったんですけれども、まあ、そんな中で最後ね、これびっくりしたくない。最後の構成マジでビビったんだけど、あ、今回特殊エンディング、あれなんかいつもと映像違う。なんか走ってる気がするな。あれルービックキューブが倒ったのまあ、勝ったとこなんかね、なんか最初なんかもう特殊エンディングこれ何をやってんだろうみたいな感じでこっち思ったんだよね。で、まあ、しっかり見返したら、まあ、天皇賞みたいな単語が出てきてたんだけれども、で、まあ、最後、まさかの天皇賞を特殊エンディングで止めでやってくるっていうちょっととんでもない展開が起きまして。で、これはね、やっぱ賛否あると思う。もっとこれじっくりやってほしいってか、こんな、あんなにね、メジロマックイン頑張った天皇賞こんなんかみたいな、あると思うんだけれども、いや、これ僕的にはやっぱものすごい描き方だったなと思ってて、やっぱその尺的な問題もあると思うんですけど、やっぱエンディングで、なんていうの、なんていうの、ある種、こう、実際レーシーンを、止めというかね、エンディング映像に流したことによって、なんかよりね、僕はそのメリハリが効いてた、なんか変にこう、ダイヤちゃんと同じようなレースシーンにすると、やっぱそこの、やっぱ、まあ、ある種のね、まあ、既視感みたいなね、もう同じレース、またレース見てるっていうところもあると思うし、よりなんか劇的な感じ、やっぱこう、ね、今回さ、これシーツすげえやんって僕が言ってた話に繋がってくるんですけれども、まあ、北さんブラックが、まあ、首差から敗北してた中で、今回何4センチ差とかで買ったらしいじゃん、天皇賞。ね、もう、だからアニメもっとギリギリでよかったんじゃない、まあ、顔が見えるとか色々あると思うんですけど、もっとギリギリで見せてよかったんじゃないとか思ったりしたんですけど、そこはね、史実調べたことによって、めちゃくちゃドラマ性あるやんけ。めちゃくちゃドラマしとるやないですか。ね、もうすごい史実だなと思って。だからね、めちゃくちゃギリギリで負けて北さんが、あんだけ特訓を重ねた結果、めちゃくちゃギリギリで今回勝利を掴み取ったと。ね、G12 勝目を挙げて、ルービックキューブも、ルービックもう2面揃ったとな、もう完璧やん。完璧やったっすよ、もう。めちゃくちゃ泣いたわ。もう、正直そのアニメ体重見てるときは、2勝目を果たしたっていうルービックキューブで僕は分かったので、もうそれでもうめちゃくちゃ感動しましたよね。あ、もう、北さんがあんだけ特訓して勝ったんだっていうのを分かった上で感動したんだけど、シーツを見てそんなギリギリで勝ったんだっていうのを分かってより痺れるっていう、二度美味しい、二度泣く展開だったんですけど。ついじゃん、北ちゃん強すぎてさ、なんかシーズン思うねとか聞くけど、めちゃくちゃおもろかったですよ、今回。で、まあ、そこで4センチ差とか聞くとさ、より熱くない？そのギリギリな負けたとかさ、あの特訓でそのギリギリを埋まったのかなみたいなさ、見え方とかが、すんげえ良かったし、めちゃしびれましたね。はーい。でもやっぱ、まあ、最初ね、特訓会に戻りますけど、やっぱライスとブルボンの関係性を知った上でね、まあ、よりなんか、ライスとブルボンってこれどういう関係だったかみたいなのを正直思ったんですけど、あ、そうか、2期の8話でね、てかまあすごい描かれてたなとか、2期で特にね、色濃く描かれてたなっていうのを思いながら、やっぱハードトレーニングつながりなんだろうなと思ったんですけど、そうそうさ、ミオのブルボンハードトレーニングしてたんだなとか、まあ、いろいろと、まあ、シーツとか、まあ、2期とかね、見返したことでより見えてくる回でもあったし、で、まあ、里のダイヤモンドとかね、皐月賞に起きたこととかも、まあ、すごい、こう、史実を調べたことで分かったな、というところで、まあ、本当理解すればするほど面白いなと思ったし、いや、まあ、ダイヤちゃんかっこよかったな、マジで。もう、めちゃくちゃかっこよかったし、で、それやっぱ北さんが、まあ、G12 勝目あげるって、そのルービックキューブのやっぱ前回下りがあって、すごいやっぱね、感動されてることはされてたんだけど、やっぱ今回僕はすごい刺さったというか、前回もやっぱオシャレだったんですよね。ゴールドシップがね、北さんにルービックキューブ渡すっていう下りは、すごいオシャレだなと思ってね、私は6面揃えたな、ね。何面揃えるかな、北ちゃんはって1面揃えて渡すんですけど、やっぱすごい良かった中で、今回2面揃って優勝でポンって終わるっていう、これをね、マスカのエンディングにねじ込んでくるとは思わなかったんですけど、ものすごい良かったですね。で、多分、なんか結構なんか見どころのシーンが難しかったのかな。天皇賞はそもそもシーツとしては。で、まあ僕はその4センチ差とで勝ったのがすごいと思ったんですけど、やっぱ出てくる馬娘がさ、結局僕らが多分アニメ勢からしても知ってる馬娘ばっかりじゃないと、やっぱレースって盛り上がるの難しいと思うんで、という中ではね、その辺の、シュバルクランだっけ？あれ、あの子は出てたよね。
あ、シュバルグランか、うん、あの子は出てたかな、うん、っていう感じがしましたけれども、はい、っていうところで、まあ、すごいね、うん、見どころ満載というか、やっぱあそこの、ね、特殊エンディングも含めて、最後の天皇賞のまさかのエンディングでレース流してくるっていうのも含めて、うん、僕はもう完璧な構成だったなと思ったし、見事だったなというか、特訓会で見せかけてのダイヤちゃんの敗北、そして北ちゃんの触発されてさらに強くなっての勝利っていうのを描いてきた、うん、やっぱダイヤちゃんのね、ここまであの出番が全然なさすぎるんだということを僕はずっと言ってた中で、今回の描き方は、ね、実にうまかったですね、うん、実にうまかったし、里のダイヤモンドっていうキャラクターがすごい好きになった、うん、すごい好きになったし、やっぱイメージが変わる回でもあって、北さんブラックはもちろんね、もともと好きだったんですけど、うまくね、ライスシャワーとあの美穂のブルーを、ね、また成功からね、岩見ちゃんとさ、北さんブラックはもう北ちゃんですよ、北さんブラックじゃねえわ、美穂のブルーは北ちゃんですよ、ボーダロのね、あの長谷川さんがやられてて、まあ、また豪華やなと思いながら、まあ、声優陣、声優なんかマニアというかね、あのもうアニメオタク的にもすごいね、そもそも楽しんでた、うん、回ではありましたけれども、あの特訓回も良かったし、やっぱね、こう努力した上に勝利するってかっけえなとかさ、なんかこう仲間同士の絆とか友情とかって熱いなっていうのはね、すごい思って、やっぱこれまでの3話までってさ、どうしてもその里のダイヤモンドと北さんブラックの関係ってまだまだやっぱ薄いなとか思ってたんですけど、まあ、今回やっぱすごい色濃くね描かれてたし、やっぱ今回正直そのギャグとかの、ね、要素も少なくて、よりまあ正直見やすかったところはあったかなっていうと、解説の実況みたいもなかったし、うん、あまあ前回のビールネタ元ネタがあるってね、有馬記念館で、あれもまた調べてびっくりしたんですけども、っていうところで、あ、いや、めちゃくちゃ痺れましたね。もう、本当にジャンプして、ボーみたいな、ボーってなってたんで、もう、最高やったっすね。はい。もう、120点満点でしたね。うん。もうすごい回見させていただいたなっていうところで。はい、全然ね、今回の回って下手したら別にマジ特訓で終わるんですよね。特訓で終わってダイヤちゃん負けて悔しいで終わっても何もおかしくない回なんですけど、その中で、うん、あの北さんブラックの勝利まで描いて、うん、っていうこのテンポ感も圧巻だし、まあ、テンポ感はみんなびっくりしてるでしょうね、ここまで。で、今回は正直やっぱね、詰め込んではいるんだけれども、そこにやっぱすごいドラマ性があったので、うん、見事だったなと思ったし、まあ、3話がね絶対こう必要だったと、まあ、間違いなく必要な回だったんでっていうことはすごいね、まあ、前回が昨日すでに今本来ルービックキューブの下りでも思わすね、もう必要だったなと思って、もうゴールジンプ本来いなかったかな、うん、っていうところで、またなんか多分出番きっとあると思うんですけれども、うん、っていうのも楽しみに、しながらですね、はい、いやー楽しみですね。こっからはとりあえず里のダイヤモンド、北さんブラックはね、多分ひとまずこうかなりこうメイン的な役目を終えてきたのかなっていう、あとはやっぱそのG1 のね、まあ、6勝を超えていくっていう、まあ、ゴールドシップの方に対してどこまで勝利を伸ばせるのかっていうところの話、まあ、繋がっていくのかなっていうのは思いますし、まあ、ここからは多分里のダイヤモンドの尺がどんどん大きくなってくるかなと思うんですけれども、まあ、間違いなく熱いね。こう、里のジンクスを打ち破る瞬間、もうボール泣きするね、これ。うん。っていう中で、やっぱもちろんね、北ちゃんと里のダイヤモンドの関係性にも注目しながら、まあ、北さんはね、すごいライス先輩がね、ライス先生が、姉ちゃん先生がね、助けてくれたというところもあったり、いろんな馬娘に支えられて、来たっていうところでしたけれども、里のダイヤモンドはどんな風にね、進化を遂げていくのか、日本ダービーを制するのか、ちょっと僕はこう、シービスをね、見てるわけじゃないんでわからないですけれども、今後の展開もね、楽しみにしながら見ていきたいなと思います。またですね、ちょっと聞くところによると結構特にこの北サンブラックと佐野ダイヤモンドのこの世代ってなんかかなり許可を、名前の許可を取れてない馬が多いらしくて、うん、という意味でやっぱね、そのなんか史実性的にはやっぱより難しいアニメになってくるなと思うし、まあアニメでとしてもやっぱね、キャラ立ちっていう意味で、勝つ馬とかがさ、キャラ立ちが、まあ前回みたいなね、ことが起きかねないので、うん、っていう意味ではですね、うん、まあやっぱこう、そこがある種まあハードルになってくるかなとは思ってますけども、うん、まあでも今回の4はマジすごかったんで、この期待感のままに、見ていきたいし、でやっぱその尺の問題、ここまでなんか描き切れないんじゃないかっていうのはもうそれクリアしてんじゃないかな、うん、っていうぐらいのテンポ感ではやってるんで、まあ、引き続きね、その尺 そのテンポ感とか、には結構注意して見ていく必要があるかなと思います。あとそのキャラ立ちみたいなところですよね。どうしてもやっぱその今回でその1位とかになると結構勝つ馬娘が今日は取れてないっていう話もなんて聞いてるんで、そういうのをどうやってアニメで描いてくるのかっていうのはすごい楽しみだなと思ってますけど、まあひとまずでもね、まあ、そのシーズの壁っていうのが僕の中でこうね、まあ、これはずっとね、なんだかんだ調べてこなかった、うん、シーズっていうのをこう改めて調べるようになって、でまあ2期とかもともとね、それは別にどの作品でもやったことですけれども、
アニメ2期とかね見返すことによってよりね楽しめる、まあ、正直楽しめる状況自体は作れていると思うんで、はい、まあ、あとはここからねひたすらこう感動させていただくのみなんじゃないかなと思いますね。どれだけすごいものを持ってきてくれるのか、うん、やっぱ2期超えなんていうのはねそんな簡単に言えるもんじゃないです。あれは本当にもうやばかったんで、でも全然めちゃくちゃシーツおもろいぞっていうのを感じた今回だったので、まあ、すごいねここからも期待して、楽しみに見ていきたいと思いますしね。まあ、シーツデーの方はもちろん楽しんでる部分もあれば、今回まあ多分その天皇賞とかね賛否あるかもしれないですけども、まあ、ぜひね一緒に楽しませていただきたいと思います。アニメーターの人ね見てください、4話見てない人は見てください。はい、で、まあ、こうやって僕みたいに、まあ、改めてこうシーツとか、うん、調べたりとか、まあ、アニメ2期見たりとか、まあ、アニメ2期見るのは別にみんな一緒だと思うんですけど、見返すことよりね面白さが増していく、まあ、そんな3期、まあ、ある種やっぱ3期のあるべき姿、うん、になってきてるのかなと思うし、うん、やっぱ前回のそのシーツネタ要素っていうのはね前回よりはやっぱ薄かったので、そういう意味ではねよりアニメ勢も楽しみやすい回だったのかなと思いますね。はい、というところで、いやすごかったですね、もう痺れに痺れましたね。はい、というところで、いや北さんマジ良かったし、ダイヤちゃん次マジ頑張ってくれ。はい、というところで、今回のウマ娘3期4話の正直知る感想以上となります。ごまじきありがとうございましたというところで、またね、来週以降も引き続きこのウマ娘の感想動画は、まあもう上げない方がいいとかね関わんない方がいいっていうこともありましたけれども、僕もまあこうやってシーツを調べるっていうことによってね、まあもうネタが分かんないから楽しめないってことは言わないと思うんで単純にアニメーションに厳しいとかね、まあやっぱこうシーズネタ調べないと難しいかもねってことは言うかもしれないですけど、まあ、僕個人としてはねもうほぼほぼ間違いなく楽しめるんじゃないかな。それでやっぱね馬とか、まあ、シーツとかこれまでのアニメとかにやっぱすごいリスペクトも感じるし、まあ、今回言ったらねスペちゃんの滅びカード北ちゃんがすごい一緒だとかなんか懐かしくなったね、うん、とかやっぱこうすごい愛を感じるやっぱ作品なんで、そういう意味ではねこう引き続き楽しんでいきたいと思いますんで、またねなんかいろいろチャチャ入れるかもしれないですけどそこは温かくね最終的にリクさんをボロ泣きするんだろうなと思いながら、前回もね、まあ、感想でも言ってましたけど最終的には僕はやっぱ泣くと思ってたんでそもそもね、うん、っていう中でやっぱその全話楽しみきれるのかっていうのがもうあったんですけど、これはいけるんじゃないかっていう思いがねより強まったんで、はい、まあ、来週以降も楽しみにまた感想動画とかもねやっていきます。ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もねしてきますね、嬉しいです。見られた方ぜひね感想とかもしなんか補足とかもあったら、僕多分相当調べてるんで多分補足あんますごいないんじゃないかなって思っちゃうんですけどもはやね、はい、まあ、ぜひねまあ、いろいろ感想コメントなんかもね、またアニメ勢の人もゲーム勢の方もシーズ勢の方もねまたコメントいろいろお待ちしてます。ということで、今回の動画は以上とさせてます。最後のお知らせありがとうございました。